人間なんてね、冗談だか本気だか分かんないところで生きてんですよ。なんか昔松田優作がこんなこと言ってましたね。ちょっと違ったような気がする。ちょっとは、まあ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 、そこはまあいいですけどね。でちょっとささっきほら自立式のね、あ自立式のバイクホンダがさ、でもとんでもないですわ、あのロボット技術を使ってさ。いやだってヤマハがあのほら、あの見ました、ヤマハの開発したバイクって手招きするとバイクが来てくれるんだって。バカか。必要ですか。もう何あのナイト2000みたいなこと。そうもうそうそうです、きそうです、きもういやマイケルジャンマイケルジャンマイケルじゃないよ、あれだ、ジャンマイケルヴィンセントはエラブル、デビッド・ハッセルホフ。、うん、そうジャンマイケルヴィンセントはエラブルだ。まあ、ヤーマイケル、あヤーマイケルだったっけ、あれなんだっけ、どうだったっけ。ヤージェイク、きっとそれアバンティだ。それ FM のラジオ、きっとね、きっとっつってね、うん、まあ、そのことはどうでもいいのよ、ないとですね、手招きしてバイクが来ると思って。あのまあいや本当にね、あのもうそういう世界ですよ、うん、だから手招きしてバイク来てくれるのはいいけど、ただあのちょっとね、やっぱりあのスポーツライクにオートバイに乗ろうと思った時に倒れそうなところをどうコントロールするかっていうのがオートバイの一番の基本の部分なわけ。そうですね、スピード出して転ばないとか、あのスピード出したらバイクは転ばないんだよ。あの技術的に向上させるために一番大事なところって低速をどうコントロールするかっていうのが究極な部分なのに、はい、そこを転ばねえんじゃ、だってもうオートバイなんかうまくならないからね。でもここで誤解を招いてはいけないよ、うん、スポーツライクなオートバイ生活を送ると言ってもね、街中走る上では安全な方がいいじゃないですか。それはそうです。だからこれから必要な技術なのかもしれないけど、だからもうこれからちょっと俺も聞くかなんだけど、オートバイでスポーツやろうと思ったらやっぱもうサーキット行くしかないね。うん、そうですね。だからもう公道で乗るオートバイがもはや低速では絶対転びませんみたいなもの出てきてくると、もうオートバイ乗る技術なんか向上しないから、もうだからそういう ABS だの、そのジャイロとかあの全部取り除いたものでサーキットで楽しく、あのあやっぱり足つかないと転ぶんだバイクってねみたいな、そういうものでないと、ね、うんうん、それは楽しめない、うん、だからもう街中走る上ではそういったものがね、どんどん安全性重視したものがでね、目つぶってねバイクでツーリング行ってても勝手にブレーキ握ってくれるようなものを乗っていく時代が来るんでしょうよ。 AI だからもうそれでいいんじゃないの、街中は、街中はね、だスポーツでやる以上は。だから究極のこと言っちゃえばさ、野球やってる人たちがさ、あのイチローグローブって買った時にさ勝手にボール取ってくれるとかさ、そんな技術なんてスポーツって面白いですかっていう話になってるでしょ。イチローモデルのバット買ったら何でもあのワンバウンドの球も打っちゃいますみたいな、ね、うん、バットが出てきたらさ、人のいないとこに打ってるんでね、うん、それって面白いですよ。もうそれもうドラえもんの世界じゃないですか。そうね、だからそうだけど、オートバイの世界はもうそのドラえもんの世界が来始めてるから、だからもうこうなってくるともうじゃあ分けるしかねえよと、うん、街中走るバイクは街中走るバイクで、まあ、ただそうなってくると俺車でいいんじゃねえかなと。じゃあもうあの車だな、もうそもそもだから、そっから、うん、安全な方がいいじゃねえかって言ってスポーツ走行を否定してたら、もう車でいいんじゃねえかというか、もう公共の機関使ってもらって、そうですね、もうバス、電車、うん、もうね、安全だよ、安全です、超安全、プロのドライバーが、っていうか、もはやプロのドライバーだ、もう いなくなるんでしょ、AI が全て、ね、ロボットの。銀河鉄道999の車掌さんみたいな人が出てきて、そうですよ、もう商売上がったりですよ。もうどうしよう俺。そういうことになってくるんだよ。まあまあ、だからね、スポーツとして楽しむものと公道を走る子、これから安全性とか利便性を求めていく子っていうのはもうちょっともう分かれていくから、僕らの商売もちょっとここ今分岐点だと思う。そうですね、でどうなの、黒帯のバイク乗りとしてはどういう感じで行ったらいいなとかってあるの？いやだからやっぱりなんだろう、バイクに関しては、うん、クラッチは軽い方がいい。操作感もうだからクラッチねえの乗れよいいじゃんって今オートマチックのホンダとかでもあるよ、あのまたがって普通に大きいツワラーでありながらノンクラッチとかさ。だってホンダ乗ったらさダメじゃん。
まあ俺との付き合いはなくなるでしょう。もうなかったものに。そらそうでしょう。でしょ。俺他のお客さんには言わないよ、うん、ホンダでもヤマハでも乗ってって、うち、ん、で面倒見るよって。でしょ。ただ P がね、うん、俺ホンダ買ってきましたって言ったらどうよ。ホンダ乗ってきて、違う店のステッカー貼ってあったら、ちょっと廃盤になったさ、あの VFR のさ、あのなんだっけ、1200か、あれなんかクラッチいらないでしょ。いやだからまあ別にあの P が何乗ろうとね、んいいんだけど、んいやいやだからいやあれだよ、いやいやあれだよ、鈴木以外乗ったら、うん、俺は付き合わないよ。そうなるじゃん。いやいや他のお客さんはいいんですよ。そう他のお客さんはね、他のお客さんはいいの。何乗っても俺はダメなんだよね。 P だけはダメなんだけどね。、うん、そう、うん、そこはどうでもいいんだよ。それ別に商売論じゃないから。まあね、うん、商売上の話じゃない。ここはあのほら俺とカッサのね、あれがあれだからね、それは別にどうでもいい話なんだけどね。でも本当にやっぱり操作感っていうのは大事ですかね。やっぱり俺バイクに関してはやっぱりクラッチは軽い方がいいね。オートバイはそうなんじゃない。だからさ、最近かわいそうだなと思うのが、スポーツドライビングが好きな人たち、車の人たちがさ、もう言えなくなってんじゃんそれって。まだオートバイはいいよ、あの操作感のあるものいっぱいあるし、はい、けど、はい、車屋さんとか車好きでスポーツドライビングが好きでって車屋さんやってる人とか、ドライブ趣味操作感があって言ってる人たち大変じゃない。もう乗るもないでしょ。もうないですね。ね、操って楽しいとかさ、もう今ないです。それこそもう寝てたってぶつかんねみたいな車買いなさいとか。そうなんかね、勝手にブレーキ踏んでくれたりね。だってメーカーも迷走してんじゃんか、トヨタとかマツダとか、なんかあのスポーツライクな車もともと作ってたメーカーがさ、これから作っていかなきゃいけないのって、寝ててもぶつかんない車でしょ。そうです。でもね、矢沢永吉が手離しながら走ってんじゃん、やっちゃえ日産とかって。日産って言っちゃったよ。ね、手離してたって、ほら走る車とスポーツ走る喜びとか CM やって、なんか同じメーカーがそんなこと、お前どっちなんだよって話じゃん。手離してもぶつかんねえ車なのか、操る楽しさなのか。そうそうか、ね、もうメーカーの中で、ね、メーカーの中でも一貫性がないっていう。そうです、ね、これはもうあれでしょ、政治の世界だと民進党みたいなことなんじゃないの。だってほらほら、言っちゃった。政治の話だ、お前どっちなんだよっていう。それちょっとやめたもん。ああ、これダメなの。そう、あ、これダメなんだ、ね、そう、うん、まあまあ、うん、あ、ダメなんだって。民進党の話はちょっと。お前の主張はどっちだというね。メーカーに一貫性がないとさ、うん、どうもすいませんでした。